私登場。私は分かったよ。何してるの？誰だろうね。そうかもね。海見てたよ。知ってる？こういう時間に一人で海で泳いでると襲われるんだよね。サメとか大きいやつで、いくら助けを呼んでも誰も気づかない。さあ大丈夫、白金は襲われない。美女限定だから。だから私は危ないね。え、今のスルーしちゃうの？島に来る前見た映画予習。ちょっと油断したね。映画のヒロインになったような気持ちだったよ。まあ、場が和んだところで、ヤシロは楽しんでる？それが目的だもんね。そう、ならいいけど。ないよ。でも気にするでしょ、普通。寝れば？白金、明日の予定は？じゃあ付き合ってドライブ。そう、くれたよ、免許証って書いたカード。嫌ならいい。かわいそうじゃん、死んじゃったら。うそうそ。じゃあ明日迎えに行くよ。うん、迎えに行くの？割と面白いねそれ。大丈夫大丈夫。じゃあ行くね。おやすみ。
いたよ。え、何って、なんだろう。ベッドの上でゴロゴロしながら何かやってたな。だから、ゴロゴロしながら何かやってた。どうしたの？用があるなら内線かけてみれば？私登場2。大丈夫、練習した。もう失敗しない。当然、失敗は成功の母。それを乗り越えて初めてものになる。もういいよ、タケルちゃんなんかもう誘ってやんないもんね。行こう、かすみちゃん。はい。ところでかすみちゃん、おでこ大丈夫？あがプラスチック製のカードを見てたらついムラムラと。カードはもう少し前に作ってた。じゃなきゃ練習できない。さすがの私もちょっときつい。意外とむずいよ、それ投げるの。いろいろ考えてた。レオタード着ようかどうしようかとか。じゃあね。どこ行こうかなとか。せっかく海出るなら楽しいところがいいよねとか。たまたま偶然超奇遇にもパンフレット手に入れたから。
リアクションないのつまらない。なぜそこで疑問形？まあ許すよ。それはおしまい。行くよ。したタケル、置いてくぞ。お待たせ。何？セクシーボディにメロメロ。あたし降臨。ひどいね。じゃあメロメロは本当に。今はバカな話は置いといて、これ着て。死人は出したくないもんね。着るよ。格好悪いから後でね。行くよタケル、もたもたしないで。キキ。
でしょ。大丈夫。転んじゃった。ごめん。白金が悪い。変なとこ触った。あんなとこ触られると思わなかった。エロ大臣たける爆誕。やっぱりメロメロ。大セクシーボディ、あたし降臨2。マジで。マジにマジで。まあ、二人きりだしね。心のタガ、外れるよね、普通。下心、あった。なかったの？うん。当たり前、なんだ。聞いてるの、こっち。やっぱり、なかった。何？白金エロ大臣たける爆誕ゼロ。いつの間にか
ゼロって定着したよね。ほら、ワンとかツーとか来て、スリーじゃなくてシリーズ原点でゼロ。タケルには最初から下心があった。エロ大臣タケル爆誕シリーズの原点、衝撃の事実。が、今明らかに。正直なのはいいこと。タケルはエロだね。空の下って叫びたくなるよね。まあまあ落ち着けたける。さあ行くよ。腰触ってもいいから。エロ大臣には逆らえないもんね。なんなら胸でもいいよ。ちょっと自信ある。鏡や三剣たちより大きいよ。大きなのに。タケルはドエロだね。さあ行くよタケル。わがままだね。ちゃんと捕まってて。腰掴んでいいよ。大丈夫。言ってない。
けるうるさい。お待たせ。女の子にそういうこと聞くんだ。タケルはデリカシーない。嘘。今のは難度ちょっと高い。パンダレベル。知りたい。そう。カジノだって。そう。行く。記憶力大丈夫？どうして？遠慮は逆に失礼だよ。見てみればわかるよ。レストランもあるって。夕食はそこがいい。タケルはいっぱい食べる子は嫌い。二人で行けばいいじゃん。そのぐらいのドタキャンは大丈夫、きっと。そう、私とタケル。実は、部屋を取ってあるんだ。ホテルもあるってさ、あのビル。まあ、少しは成長したね。でも、一瞬ドキッとしたよね、さっき。
03。あれ、普通に3？いや、まだ2。ゼロシリーズはまだ早かったかもね。まあ、タケルが嫌ならいいよ。食べなよ、冷めるよ、ハンバーガー。タケルはおかしなことを言うね。へそは曲がらない。それは話が逆。何のこと？ちゃんと食べなきゃダメ。ミニトマトは路傍の石なんかじゃない。おいしいよ。で、いいよ。本当に当ててもいいの？もしも、もしもだよ。絶対そんなことないと思うし、信じてるけど。もしもインチキしてたらどうする？裸でこの上に立って、いきり立ってみせて。エロ大臣ならそのぐらい簡単でしょ。妄想でご飯3杯はいける。激しくごめんこもる。焼きそばがまずくなった。じゃあすごく見たいって言えばいい。ちょっと期待してる。あれもダメ、これもダメ、ダメばかり。で、どうするの？食べなよ、冷めるよ、ハンバーガー。にゃに？そんなにじっと見てもこれはあげないよ。
たせ。何？思う存分見ていいよ。どう？タケル、これがいいって思ってたでしょ。ずっと見てた。聞かなくても分かってたし。それよりこっちは似合う？タケルは肝心なところで決まらないね。タケルがルージュとか言うと不自然極まりない。肝心なところどこ？どこ？ありがとう。でもそういうのは言われる前に言わなきゃダメ。演出したのにいまいちだったね。こういうのはインパクトが肝心。まとめてドカンと驚かなきゃ。それで歯の浮くようなセリフで褒めちぎってくれないと。本当に許してあげるよ。じゃあ行こうか。エスコートするのは当然。こんな格好してバラバラで歩くのは絵にならないのね。
どうしたの？その息。恥ずかしいからやだ。誰も追いかけてこない。びっくりしたね。タケルが悪い。それ、バカラだよ。聞いたことない？名前知ってても結びつかない。想像力ないんだ。それ以前に語学力ゼロ。でも偶然の一致。バカラはイタリア語でゼロの意味。儲けもゼロになったけどね。あれ、1枚500ドル。1ドルいくら？500ドルといえば、チップは12枚あったよ。儲けゼロになった。だから全然揃わなかったし。まあ、どのみち食べられるけどね、ミツルギのおかげで。それ以前に、お金あっても現金決済できないけどね。スロットムカつく。た
けるいっぱいやってるのに全然揃わない。インチキ。ついイラついた。タケル伏せて。大丈夫。違うと思う。あれは客を乗せた車だった。だね。見逃してもらったのかもね。起きれる？かもね。悪いことしたね。私のことは抱えてくれなかったよね。貝より始めよ。意味知ってる？もう一丁。私3年さあ帰ろう。この島に長いわ。もう大きな声出すと見つかるかもよ。どうして知りたいの？やだ。
タケルが答えるのが先。どうして知りたいの？どうして？これ以上言うのは恥ずかしいからやだ。でもご褒美あげる。
ですって。欲しいものだと思ってた。そういうのちょっと苦手。タケルは？違う。いっぱい言わせてごめん。恥ずかしいよね。でもタケルの気持ちが分かって嬉しかった。卑怯だけど今なら私も言えるよ。お願い、聞いてくれる？私のこと見ないで、上向いてて。うん、タケルが好き。私これからどうしたらいいのかな。タケルに言ってほしい。られるからダメ。
かしいからダメ。タケル、いきなり約束破ったね。まあいっか、大サービス今日だけ。大丈夫、白金がいるから。じゃあおんぶ、別おんぶ、蝶に変わる新アレンジ。あ、でもこの格好じゃ無理だね。抱っこ。どうして？奇遇だね、同じこと考えてた。気が合うね、私たち。なら、お姫様抱っこ。恥ずかしいからやだ。あ、もう期限切れ。下ろして。気にしな。その代わりギュッてするよ。ギュー、ギュー。アヤミネ様ですか？ああ、限定小型船舶ですか？タケル様？ありますか？では次の日はお二人でドライブに。
面白そうな島ですか。それは、あやみね様でしたら、大層お似合いだったのでは？あやみね様は、スタイルもよろしく、背も高く、ドレスが映えるプロポーションだと思ったのですが。タケル様はどうされたのです？向かわれたのですか。つかぬことをお聞きいたしますが、タケル様は本日そのカジノには行かれましたか。なるほど、データベースの効果ですか。それでカジノには入ることはできたのですか。チェックなどは？それは興味深いですね。現実のカジノにはおそらくタケル様たちは入場できません。ヨシンバ入れたとしても身分証の提示は不可欠でしょう。あそこには年齢の入場制限があるのですよ。タケル様たちは見た目がお若いですし、普通であればまず止められます。そこで年齢を証明できる身分証を提示することで初めて入場が可能になるでしょう。しかし結局そのプロセスが飛ばされたということは、タケル様がそれをご存知なかったという状況が優先された。そこまでの詳細なデータが入力されていなかっただけでは？確認の必要があるわね。すみません、タケル様。話の腰を折りました。どうぞお続けください。どういうことですか？あら、しかし金銭面についてご心配は。律儀と申しますか、庶民的と申しますか。まあよ。まあ。確かにそれが現実に起きたら大問題だわ。でも起こりうるってことでしょ。早速対策を講じるように言うわ。それでタケル様たちは捕まったのですか。逃げおおせた。最後まで逃げ切れたのですか。